はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィニングポスト10、今回も、前回からの続きということでやっていきたいなと思います。前回秋はものすごい G1 ラッシュということで、まずはエアの方が秋華賞、ですね、クラシック、牝馬のクラシック3冠目の、秋華賞、そしてゴールドシップ、デアリングタクト3区の、このね、シップの方が、見事天皇賞秋を制するということで、はい。で、素晴らしい競馬をね、見せてくれました。そして忘れちゃいけないのがウォーカーの方ですね。JBC クラシックの方を制覇しました。これでですね、まあ、ダートの方もね、なかなかこう、盛り上がりに来てる、まあ、逃げ切る競馬をしますからね。前目につけるっていうところですごく力をつけてるなという感じがしております。というわけで、でサラの方が、実装はジャパンカップということで、いや楽しみですね。さあ新馬戦ですね。イクイノックスユーバーレーベン、名将セーバー先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。イクイノックスですからね。先頭外から勢いよくエンディさん先頭、名将セーバー懸命に足を伸ばす。伸びる伸びる。残り 200m を通過して先頭はエンディさん、2番手はテンマロビン、エンディさん差を広げる。すごいですね。この馬で決まりか。エンディさん余裕の2着はテンマロビン、3着にテイエスベスト、これは桁外れの強さだ。エンディさん余裕な走りです。さあ、ジャパンカップですね。はいはい。おお、凱旋門賞馬が出走ですか。なかなかですね。はい。なるほどね。さあ。さあ、いよいよ京都10レースですね。エリザベス女王杯の発走の時間となっております。まあ、非常に群雄割拠といいますか、秋華賞馬がいたりとか、はい、オークス馬もいますからね、非常に楽しみではあるんですけども、人気の方はですね、上位人気にはなってますね、エアの方も。というわけでエリザベス女王杯見ていきましょう。まあ、前シーズンでは、サラの方が京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。エンディポケット直線差人直線前走芝のフリーロン後方数々の2番人気は今年の秋華賞馬、鮮やかな勝利は欲に新しいところ、その勢いをここでも生かしたい。エンディエア前走で敗れはしましたが、さあオークス馬ですね、まだ見かけられるような馬ではありません。エンディサイレント、その前走後位またい感じ甘さ。さあ人気的にはちょっと割れてる形ではありますけどもね。さあ、やってまいりました。今日、京都競馬場日曜日の、第10レースですね。芝 2200m。天気の方は今雨が降っていて馬場状態はやや重ということで、かなりパワーの要求される、馬場状態となっております。さあ牝馬によるねエリザベス女王杯いよいよ発走です。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のアドマイアルーズ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしましたマジーズリングス、
好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアジーズリングス、まあ、花に立ちます。その後ろからはポケットに関しては多分方向でしょうね。さらにはエンディアの方がメッセージブラード、前面につける競馬を得意としているんで、その外からフロガスタップス、ただ大きく逃げる馬がいなければいいスタート切れてるんでね、もう完全に先端に取り付いてるような形になるかなと思います。結構いい位置ですね。あと馬場状態がやや重なので、その辺りがちょっとどう出るかなという心配は若干してます。そのうちに続いています。オレンジの帽子アウトトゥルース、その後ろ内からはガレリアコーナー、一番人気のキャトルランダラス、後方につけています。 1000m を通過しました。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。さあ坂の上りから下りにかかって、ここでアジーズリングス先頭に変わりました。2番手はエンディエア、ラスエアバーズ、3番手キャトルワンダラス、後退キャトルワンダラス、大丈夫か、後続も追い上げていきます。さあ先頭はアジーズリングス、エンディエア続いています。ラスエアはいい位置取れてますね。さあ直線コース、セシルサマーフィル、その後ろメッセージブラート、その後ろピンコーナーをカーブして、さあこれからです。アジーズリングスどうでしょうか。しかしその差はわずか、粘り込めるか、エンディエア懸命に追いすがります。わあ上がってきた、先頭さあどうだ、叩き合いになるか、いやー抜けた、ここは抜けた、今度はエンディエア、いやー週刊勝負がエリザベス女王杯で体勢決したか、オバヒンバを1着エンディエア完勝、従えました。新しい女王の誕生です。3着にエンディポケット安城、お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはエンディエア、いや G12 勝目ですね。いやもう完璧な競馬でしたね。まあ先段先頭で逃げてた人気馬に対してもう完全マークですよね。素晴らしい騎乗振りだったかなと、手綱さばきでしたね。馬場状態重たかったんですけどね、直線の足残っててよかったですねいやーよかったよかった。あーポケットも3着入りましたね。よしよしよし、まあまあまあ距離適正も良かったですよ。いやいい競馬でしたね。もうぴったりとマークしてさあ、マイルチャンピオンシップの方ですね、に出走するのはダージャですね。 T&E 我々 T&E チーム意外と牝馬強いですね。さあ、ビクトリアマイル、そして安田記念を2着、前走の、京成杯オーダムでは1着と、まあ、マイル戦線においてはね、かなり人気の力を持っている馬ですので。はいはいはい、おお名声超えたよ。いやいや強かったですね。いやいやいや強かったですね血統的にはね、絆デアリングタクト3区ですね。非常にまああの長距離向きというか、まあね次がナージャの方ですね。ナージャ血統確かまあラキシスザノンザキットですかね。まあジャストウェイ血が入ってますね。まあディープと、まあまあまあ楽しみですね。さあエリザベス女王杯、無事 T&E ファームでは連覇という形になりましたね。さあ、京都第10レースマイルチャンピオンシップナージャの方が出走します。現在3番人気での出走になってますね。まあ前走いい勝ち方しますからね。さあビクトリアマイル制した女王が、京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。最内枠が前走のさあ一番人気馬の登場です。実力は誰も振り色の打つ後方一騎がこの馬のスプリンターズステークスも制した勢いを買って当然短距離 G1 連覇を狙います。
短距離王座は譲れないスリルダーク前走で鞍上は、ね、この馬の差し足の鋭さは後位につけマイペースでいけば直線の差し比べならこの馬直線で後位から抜ける人気はそこそこでまた後位差し振り毛の美しい馬体が G1 の熱気で三千と光り輝きます。エンディナージャ、まあまあ振り毛のライポーションですけどねもう引き続き京都競馬場でのね G1、レースとなっております。京都競馬場日曜日の第10レース芝 1600m、 今度は天気は晴れ両方ですね。秋のマイル王決定戦マイルチャンピオンシップですね、G1 になります。いよいよ発走です。ちょっとビクトリアマイル取ってますからね、ここはまあビクトリアマイルマイルチャンピオン、京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠のダノンオリンピオ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはデンマークコロニー、サミングマスター、ノーマも好スタートを切りました。スリルダーク、この辺りも前へ行きます。続いてデンマークコロニー、スリルダーク先手を取りました。青の帽子、サミングマスター、その後ろ間が空いてヤドンケイ、その外からセブンステラ、今回の作戦もただ一つですね。外枠なんでもう外から、回す、それしかないかなと思ってます。まあ京都のね、ヨドの、ここからの上りから一気に下りでね、スピードが出るまだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。ペースは平均ペースですね。さあ先頭はサミングマスター、前がかなり逃げてるスリルダーク展開ですけど、さあどうでしょうか。さあ間が空いてモアクラッセ、相変わらず大外だ、大外からエンディナージャ、その後ろ、さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったスリルダーク、どうだ、リードは1馬身から2馬身、サミングマスター2番手、いやドリファームといえば音速の末足だが、外から襲いかかってきた、いや内も伸びる、内が伸びる、ナージャ来るか、大外から末足が炸裂するぜ、いや外からだよ、また外から勝っちゃったよ。3着にサーティスピリッツ、見事に勝ちましたエンディナージャ。いや見た、外から差し切りましたね、ものすごい素足でしたね。いや素晴らしい競馬でしたね そうね、ボバ押しのけてましたからね。いや素晴らしい、外からね強かったですね歩の強い競馬って言うんでしょうね。さあいい、そして我々がね、壁を跳ね返しされてきている、ジャパンカップに出走します。まあ、ジャパンカップの方には、前走凱旋門賞から、来ているサラの方もね来てます。まあ、若干距離適正の方がジャパンカップ2400なので、ちょっとねサラノは意外とステイヤーなので距離が長ければ長いほど実力を発揮するタイプかなとは思うんですけども、まあ前シーズンはエリザベス女王杯2200使ってますから、ちょっとこの2400左回りっていうのがねちょっとどうなのかなっていうところはありますけども、2400左回りダービー勝ってますからそして、シップの方ですね。まあ、重賞オールカマーを勝って、天皇賞秋、勝ってきてるんで、去年のジャパンカップは7着。まあ、このあたりがどう出るかな、というところでしょうかね。はいはい。おー、環境罰。海外 G1 とかちょっと出てみたい気がしますね。さあ、牧場施設が続々と、ね、そしたら次はね、厩舎かな、厩舎レベル7にする、脂肪はね、脂肪上げてもいいような気がするんだよな。タネ付け効
かも上げれるのかな。脂肪倍にしよう。さあ、今回はね このジャパンカップを見たら終わりになると思うんですけども、さあどうでしょうか。まあ一番人気は凱旋門賞馬ですね。一番人気、まあ、余裕と出てますけどもね。一番人気が、最内ち、うわなんか今年のジャパンカップみたいなそんな感じですけどもね。外枠に USS ケープがいて、外枠デビラルキですね。これスーパーホースですよね。まあこの辺りどうなのかなという感じでしょうかね。まあ、シップも3番人気なので、さあどうでしょうか。凱旋門賞馬をね日本の地で、今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ今年の凱旋門賞馬が登場、同じ芝の 2400m で世界に誇る豪脚を日本のファンに見せつけるためにやってきたアライブドイースポン。2番人気は日本代表のこの馬、地の利を生かし放送を期待したいところです。エンディサラ日本総大賞ですね。もうサラブレ統治をはるばる、この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。ジャパンカップね、直線で自慢の末足が炸裂するか。エンディサラ見た目がもうボルシだよね。全統治を出しかし振り色の美しい春と春と日本またい。さあいよいよファンファーレです。これ展開気になりますよね。さあ、やってまいりました東京競馬場日曜日の第10レース、芝 2400m、 馬場状態は良ということで、国際 G1 ジャパンカップ、今年のねジャパンカップはまあパンサラッサ含め、イクイノックス、タイトルホルダー、そういったね多くの面々、ドーディースもそうですけども、かなりの高レベルとなったジャパンカップですけども、果たしてこちらはどうでしょうか。いよいよ発走です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ最後は大外枠のデビルアルキーゲートに入って体勢が整いました。 USS ケープの逃げ次第ってところでしょうかね。スタートしました。エンディサラ、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。サラはいいスタート切りましたね。凱旋門賞馬の前に取れたっていうのはいいですね。まあ、東京競馬場のに関しては、ね、第1コーナーの位置取りで決まるプレゼントも、その後ろ、いいスタート切れたのはいいですね。さあやはり、そして大きく離れてやはり USS ケープこの位置です。これに続くのがランニングコードン、ウェンディアート、その前に進出。この辺りで各馬が1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。少し間が空いて、ザキペレートテニーさん、ギリアンバーすぐ後ろ、その隣にデビルアルキー、アライブドイースポン、それに続いています。これに続いてベロブサラ、並んで大阪杯の勝ち馬、通過は59秒。これは隊列が大きく離れました。ハイペースですね。ただパンサラスター全然早かったですけど、さあその後ろにアルペン、この逃げがどう出るかですね。サラはアロマパンサー上がっていきました。サラは中段に控えましたね。芝を蹴り上げて進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。16番 USS ケープ、依然として先頭、ね、おっとこれは大逃げ、大逃げを打っています。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。先頭は依然として USS ケープ、リードは6馬身ぐらいあります。この逃げを捉えることができるのか。さあ直線勝負、4コーナーをカーブして、さあこれからです。日曜王者の争いだ。いやどうなる。 USS ケープ、さあ凱旋門賞馬が飛んできている。凱旋門賞馬が飛んできた。ここで先頭に立ったアライブドイーストン、内からエンディサラ。いやサラ頑張れ。アライブドイーストン先頭、内からエンディサラ。いや凱旋門賞馬とダービー馬の争いだ。いやー凱旋門賞馬が強い。エンディサラ先頭はアライブドイーストン、1着でゴール。いやーねじ伏せられた。2着はエンディサラ、アライブドイーストン、遠征の振りをものともせず、これが凱旋門賞馬か。素晴らしいパフォーマンスです。強いね。いやどっかで見たような決着じゃんまあまあまあ、でも強かったですね。ちょっと強かったね。まあ、前目に出てた大逃げって USK は後ろになっちゃいましたけどね。いや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 、まあ、次の有馬でですかね。
的にはステージ無理要素ですね。いや勝ちた、勝ちてジャパンカップまた跳ね返されたね。さあステイヤーズステークスですね。豪華の方がねチャンピオンズカップに出走しますね。サナの方はこれ放牧出しちゃうとあれ今出れないんで家にしましょう。いや強かったですね強い競馬でした。出走登録追加登録しましょう。有馬記念ですね。ほらまた会津出るって有馬記念に。これちょっとここは消しとこうぜ。よしちょっと3連敗を阻止したいよねさすがに。の方はアメリカンジョッキークラブです。まあ有馬記念入ると思います。デイアンの方もね出走予定ですけども、まあまあまあでもねビクトリアマイル、ビクトリアマイルマイルチャンピオンシップとエリザベス女王杯今年は取れましたからね、非常にいいレースを見させていただいたなと思います。というわけでね、皆さんでご視聴いただきましてありがとうございました。次回はいよいよまた有馬記念を連覇を狙いに行きたいなと思います。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。